とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はねリーバルを使っていきます。ちょっとね癖の強いキャラクターだけども強いのでおすすめだよ。説明しながら行くのでよろしくお願いします。行ってみましょう。はい、それではリーバルだね。リーバルは普通のキャラと違って空中にねずっといることができるのよ。で空中での攻撃が普通のキャラクターの地上での攻撃、そういう風に考えて OK です。なのでずっとね空中にいてください。 ZR でリーバルトルネードを使うと空中に飛ぶので、まあ、基本的に空中、これでね通常攻撃を打っておくだけで大体 OK。 通常攻撃だけ、うん、Y の連打だけで OK です。雑魚敵は簡単に殲滅していける。でボスのゲージがね露出しなくてもそこそこ削れるのよ。そこそこ削れる。でも難易度が高いやつとか、あとはガノンとかねHP が高いやつがいるけど、そういうやつに関しては空中で通常5の後に強攻撃をするのよね。そうすると敵を強制的にひるませることができるので、その後に、ビタロックでキャンセルして攻撃すると簡単にねゲージを削ることができます。まあ基本的にはね本当空中での通常攻撃がものすごく強いキャラクター、楽っていうことだね。すごい楽なキャラクター、初心者向きである方法、まあ、この空中にね飛んで攻撃するっていうのが分かればほんと誰でも使えるやつ。俺最初ね空中飛ぶっていうの分からなくって、通常攻撃地上でのそれでねやってて、これは使いにくいと思ったんだよね。はい、あ、今のがねこれがコンボ、通常5からの強攻撃で、そしてひるんだところにビタロック。リーバルのビタロックが止めてから自分で上にね、矢を発射します。でその発射した時にキャンセルさせるといいよね。キャンセルせずとも、バーッと攻撃を当てることができるんだけども、キャンセルした方がかなりお得なので、矢を打ち終わった後にキャンセルをして、でその後に ZR で上に飛んで攻撃するようにしてみてください。ウィズローブとかはね全然弱いので必殺技一撃でいけるでしょう。当たってないな、当たってないな。リーバルのね必殺技ちょっとね範囲が狭いのよ。当たる範囲が狭いので結構ひっついとかないと当たらないので、これ要注意だね。よし、いけたでしょう。はい、オッケー。水ローブもあと一発。はい、行こう。まあ刻印でね空中攻撃強化もしくは攻撃速度、まあ、空中攻撃強化の方が無難かな。それを入れていけばいいです。これが通常5からの強攻撃でひるむので、ビタロックしてキャンセルで、また上に登って通常攻撃、まあ、このコンボが一番無難じゃないかな。はい、じゃあ必殺技で締めよう。まあ、とにかく空中 ZR で空中に飛んで通常攻撃やっとくだけで大概のこといけるから余裕だと思います。はい、ということで今日はリーバルを使ってみました。リーバルはとにかく空中にずっといることが重要です。地上で攻撃しても大したダメージ稼げないので、とにかく空中に上がって攻撃していきましょう。ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。